面接で思ってることを伝えようとしてるんですけど、なんか ES はイコール面接であるっていう論が初対面の時に説明するっていうことを繰り返してください、うん、言葉に詰まってしまう時は、はい、緊張はしてるんです。ということで就活ダッシュ2つ目の質問をお願いします。面接で言葉に詰まってしまうんじゃないかっていう悩みがあって、今もまあそうなんですけど、思ってることを伝えようとしてるんですけど、なんか少なくなっちゃうっていうか、自分の思ってることを言おうとしても全部言えないっていうのがあります。面接の経験は実際何度かあるんですか？アルバイトの面接の経験ぐらいしかないです。まだやってないけど言葉に詰まってしまうんじゃないかっていう懸念があるっていうことですかね。いかがですかね。アルバイトで結構初めましての人に話す機会って多いわけじゃないですか。はい、だってその場で知ってるはずなのに面接どころとかがあまり理解できなくて、アルバイトはなんかちゃんと理解してというか知識をつけてお客様に話してる自分で思っていて、こういう場面って初めてなのでどう話していくかがわからないっていうのが。じゃあカードでもいいですか。要素がたくさんあってでも絞って例えばこの点がメリットです、この点がデメリットですって話をするわけじゃないですか、ね、それ自分もそうで、自分という商品のメリットはどうです、デメリットはどうですっていうのを説明するっていう意味では、でまずはその自分という商品 のメリットとデメリットを理解するっていうことが一番かな。はい、ありがとうございます。バカズをまさに踏んで初対面の人に説明するっていうことを繰り返してください、うん、はい。ちなみにその面接で言葉に詰まってしまうときは、はい、緊張はしてるんですか？緊張はしてます。緊張してるから言葉に詰まってしまう感じ、それとも何を話してこういいのか分かんないから出せるものがなくて詰まっちゃうのかっていう、それもあるんですけど、質問されてるんですけどそれに対してちゃんと答えられてるのかっていうのが自分の中で一番不安な点です。自分の中で確固たる自分の伝えたいことっていうこととか、相手がまあこういうこと聞いてくるであろうっていうことに対する答えがあまり用意できてないので、その自信のなさから緊張が来てるっていう風に感じたので、例えば想定文をしっかり作っておく、自信を持って答えられるようなものを用意しておくと少し緊張は和らぐかなっていう風に思います。あとですね、 ES はイコール面接であるっていう論が私の中で持論であって、面接で聞かれる内容をどうやって採用担当が決めてるかっていうと ES を見てるんですね。で ES を見て、はあこういう経歴の人か、じゃあこんな質問をしてみようって決めてから、あじゃあ次の人呼んでくださいってお願いして長谷川さんがノックして入られるという順番なんですね。ということはダメな ES をそもそも出してしまうと ES が、ね、ギリギリ通っていたかもしれないけれども面接はもう失敗する可能性が高いです。万全の状態で面接を勝ちたいのであれば、実はエントリーシートを作り込む、嘘を盛るとかそういうことではなくって、本当に自分がどういう人間なのかっていうものが存分に発揮できるよう何度も添削を受けて、この ES はもう最高の ES だっていうものをそもそも出すっていうことができると面接はそれの深掘りしかされませんから、確かにそもそもね、このご覧の通りですよと、うん、何か追加で聞きたいことがあるんですかぐらいの気持ちで参加できるかもしれません。自分で作り込むんで添削をしてもらうっていうのは友達とかでもいいんですか？できればある程度採用に関わっていらっしゃる方が望ましいです、うん、例えばあの旬ダイアリーのようなある程度採用の YouTube を発信されていて、でも採用側の事情が分かっていらっしゃる方でもいいと思います。スタッフさんでもいいと思いますし、それから OB 法人訪問に下書きを持っていくもの、あ採用担当関係の方だったらぜひぜひ持っていってほしいです。 OB 法人訪問結構やっぱりおすすめで、なんとなくこう行きたい業界とか少し決まっているようであればぜひやってもらった方がいいかなと思うんですよ。でなぜかというとその添削もしてくれるし、その目上の人と話す経験って結構ないじゃないですか学生って、はい、でやっぱ目上の人と話す経験っていう意味でも自信がついたりとか離れもしますし、まあ、お茶とかご飯とかおごってもらえるかもしれないし、なんかやって悪いことって多分ないんですよね、うん、なのでできるだけそういう活動とかはした方が自分にとってデメリットない割にメリット多いのでやった方がいいかなと思います。まあもちろん社員訪問で出すのは理想なんですけど、そしたら打席数が限られてしまうので、友達でももちろん良くて、初めて見た人がどういう印象を持つのか、で ES ももはや100枚とか200枚と読むわけだから、読むというか見るなんですよね、うん、パッと見た時にどういう印象を持つかっていうところを初めましての人に聞いた方がいい、で友達でもまずは大丈夫で、もちろん社員訪問の方が望ましい。
まとめとしては、そもそも話す内容がまとまってなかったりとか、エントリーシートの段階でのブラッシュアップが足りない可能性があるっていうところで、そこの部分から改善するのはできることかなっていうふうに思いました。ということで、2つ目の悩みも解決されましたか？はい、困難な状況を乗り越えるっていうのしか思い浮かばなくて、で、強みは何なのということは実は書いてなかったですもう1段2段ぐらい掘り下げた方が社会人からするとそれはめちゃくちゃ強みだよっていう、めちゃくちゃ強いですね。解決されましたか？悩みは旬ダイアリーと就活会議の公式 LINE では、内定者が教える今月の動き方や面接で絶対聞かれる質問集をお届けしています。概要欄もぜひチェックしてみてください。ご視聴いただきありがとうございました。